やり直そう、一人一人やり直して S ランクをまず取ろう。好きな人いないって言ってみよう、キアラに。なんだ釣れない。あ、でもまだ先生は運命の人に出会ってないんだよ。だから気にしない気にしない、絶対先生にも好きな人できるよ。あ、こっちでもいいのか。これで S 行ったりするかな。 S じゃないてか C みたいなのも。あ、先生私さって言ってる。もう少し時間ある。あ、それか、一回1ルート取ってからなのかな。あとちょっとだけ先生と話したくていいよ、もちろん。もう少しだけ、もう少しだけここにいさせて。何？どうした？私多分めちゃくちゃ甘やかされて育ったんだと思う。なんでここにいんの？じゃあ小学校の頃から親に怒られたことなんて数えるほどしかないし。ママごめんなさい、テスト半分しか取れなかった。いいのよ、あなたが全力を出したのならそれでいいのよ。わあ、でも素敵なお母さんっぽいけどな、これでも。ところでキアラ、今夜はレストランに食事に行きましょう。パパの会社の人たちとの会合があるな。なんか嫌な感じ、嫌な感じが出てきた。うん、行く。何かに使われてんのか。テストで悪い点を取ってもちっと文句を言われなかった。そっか、なんか嫌だなこのルート。キアラちゃんすごいね、ダンス大会で1位を取ったんだって、すげえ。ヨーノさんは素晴らしいですね。キアラちゃんすごいね、人気者。なんでだろう、ずっとずっと肯定ばっかりだった。みんなから私を否定する言葉を聞いたことがなかった。だから私も気づかないうちに自分は何でもできると思い込むようになってたみたい。中学生の時もううぬぼれてたな。今考えてもマジ黒歴史なんだけどさ。いやでも周りの環境がそうだとそうなっちゃうよね。あれ、俺って天才なのかなって思っちゃうよね。中学でも推薦で生徒会長に押されてたりしたな。ねえねえ、キアラちゃん生徒会長になったら。いや私、キアラちゃん人望厚いしワンチャンいけるんじゃない。うん、どうだろう、私なんかにできるのかな。いけるって、やるだけやってみなよね。あー、でもこういう無責任な言葉に振り回されてたのかな、キアラちゃんは。うん、そうだね。結局その流れで生徒会長になっちゃったんだよね。もう一人の候補と圧倒的差をつけてみんなが私に票を入れたみたい。あ、キアラが当選してる。え、本当に？おめでとう生徒会長、キアラ様の誕生じゃん。てかもう一人の落選したやつって誰？名前すら聞いたことないんだけど。ああ、そいつメガネのガリ勉野郎で、そこそこひねくれてるやつでさ。まあこいつに投票するよりはヨーノの方が信頼できるし。まあキアラ当選おめでとう。キアラさん大丈夫？最近しんどそうじゃないんですか？ああ、でもキアラちゃんは別にノリだけで生きてるわけじゃねえのか。与えられた仕事しっかりやってんのかな。うん、大丈夫だ、平気。でもさっきも階段からお家かけてなかったですか？まだ就任して2週間と経ってないのですが、素敵な子なんだ。ありがとうね、心配してくれて。でも大丈夫だから。本当はもう限界だったの。会長になって2週間、中学1年生の頃は生徒会の活動なんて1回もやったことがなかった。塾に習い事、それに生徒会の仕事まで入ってクタクタだった。君最近疲れてるんじゃないですか？無理しない方がいいですよ。メガネ君にはそう見えるかな。全然そんなことないよ。目の下にクマができてます。ちゃんと寝れてるんですか？私は大丈夫だから。本当にしんどいなら僕が生徒会長代わりましょうか？なんだこいつ。え、君本当は生徒会長なんてなりたくもなかったんでしょ？知ってますよ、僕はまだ生徒会長の座は諦めきれてないんです。じゃあもういいや、譲っちゃおっかな。いやでもこういうのが一番良くないんじゃない？あいつ途中で投げ出したんだみたいな悪いさ評価が街に広がってしまうよ。え、もう疲れちゃったし、どうせやりたくないと思ってたし。そうして私はあっけなく生徒会長の座をメガネ君に受け渡した。周囲の反応は凄まじいものだった。いやそうだよね、そうなっちゃうよ。あんた生徒会長辞めたんだって、もったいない。まあね、生徒会長とかさ委員長みたいなのって後々響くよって言うもんね。たかが2週間勤めたって内申点さえつきやしないよ。ヨーノさん生徒会長辞任するなんて前代未聞ですよ。まあね、私たちがキアラちゃんなら大丈夫って思って投票したんだけど、いやまあお前らの期待がさ重かったんだよ。キアラちゃんはやっぱり勝手に投票なんて無責任だった。友達まとも、ごめん、そんなことねえよ。なんでお前らいいやつだな。ああやっぱりこうなりましたか。ねえ、なんでそんなこと言うわけ。私は頑張ったんだよ、たった2週間でも。
違います。君は何も頑張らなかったんでしょ。なんだこいつ。僕は最初から分かってましたよ。君には向いていないってことが。あっそう、もういいよ。あんたが大変な目に遭っても助けてやんないから。そんなに直接的に文句を言われたのは初めてだった。私だって分かってて、本当は自分が何もできないってこと。でもメガネ君も大変な目に遭ってたんだ。後から生徒会長がメガネ君に代わって、学校全体が混乱とバッシングで溢れ返ってた。そうしてとうとう事件が起こっちゃった。おいお前、僕を何だと思ってる。あ、生徒会長様、そっちがぶつかってきたんじゃねえの。ねえ、あ、なんだお前、出しゃばってくんなよ。これ以上この人に何かするのは先生に言いつけるから。ああ、うるせえな、クソ。あのさ、何ですか。君最近大丈夫なの？逆の立場になってる。君に心配される筋合いなんてありません。私にできることがあるのは何でも言って、キアラちゃん優しいな。優しいっていうか、まともだ、ここの世界の人たち。君強がってる場合じゃないでしょ。分かってるから私が何とかするよ。いや、何でもできちゃうんだ、そして。そして私はできるだけメガネ君がいじめられないように、できる限り一緒にいた。ねえ、メガネ君一緒に帰ろう。大丈夫です、余計なお世話です。いいからね、帰ろう。お弁当一緒に食べよ。君、なんで僕にそんなに構ってくるんですか。いや、心配だからだよ、お前を。一人で食べるより、二人で食べた方が二倍美味しいでしょ。僕なんかと食べても美味しくないでしょ。メガネ君ひねくれてる、確かに。そんなことないよ。ねえ、早く食べちゃおう。ねえ、メガネ君もうすぐテストじゃん。だからさ、勉強教えてくれない？あ、君勉強できるんじゃ。え、全然できないけど。なんであなたが生徒会長になれたのかつくづくわからないです。人望だよ。人望は全てを凌駕するんだよ。てかさ、生徒会長って学力とか賢さじゃなくって、その人の人気とか人柄で選ばれるものじゃないの？はあ。それで最近君の友達を見かけませんが。うーん、確かに最近あんまり喋ってないかも。僕なんかよりもっと大事にするべき人がいるんじゃないですか。確かにそうなんだよね。メガネ君に構うのはめっちゃ、まあ、気持ちはわかるし、まあ、もともと私がやろうとしてた生徒会長を後からしっかりやってくれてるんだなら、そこに恩も感じるのもわかるけど、今までいた友達を大事にする方が大事な気もしちゃうけどな。大丈夫だって、今の私にはメガネ君が最優先事項だから。私はメガネ君の力に慣れてるって信じてた。でも私は気づかなかった。私がより彼を苦しめてるってことに。そうだよね。メガネ君、今日も一緒にお弁当。彼は屋上の柵を乗り越えて下を覗き込んでた。メガネ君何してるの？危ないよ。もう限界なんです。まさかそこから飛び降りたりしないよね。私、メガネ君が一人にならないようにってずっと。それが迷惑だったんです。君と仲良くしているからという理由でどんどんひどくなったんです。そうなの。君が話しかけてくるから。嘘だろ。残酷すぎるだろ。なんだこの世界。私そんなつもりじゃなくて。いや、やめてよ。うわ、キアラちゃんがかわいそうなんだけど。まあ、メガネ君もかわいそうではあるけど。意図してないのに、勝手にそんなこと起こってくの、僕は。やめて、お願い、やめて。君と会えてよかった。お願い、お願い、お願い。なんでよ。あのさ、あいつ死んだってマジ？キアラが殺したんだよ。なんでそういう噂が流れんの？だってあいつが屋上で一緒にいるのよく見てたし。まあ確かに。ああ、でも飛び降りたんじゃん。違うって。あいつ、なんとかだし、いろんな男と、ああ、そういうこと？金を絞っていらなくなったんだろ。そんなわけないだろ。なんだお前ら。根拠なくね？ないよな。絶対そうだって。それから私は気づいたの。私は影から嫌われてた。思えばメガネ君と話し始めた頃から友達が少なくなってた気がする。なんでだろうね。それでメガネ君は私が殺したみたいに言われて、私の味方はいつの間にか少なくなってた。私が何もしなかったらよかったのかな。いや、そんなことないだろ。もともと周りにいたやつがクズだっただけだろ。そもそも話しかけなきゃ、彼が初めから生徒会長だったら浅はかだった。そんなん言い出したらキリないよ。うわぁ、何この救われないお話。誰もが。そんなこんなで私は今ここにいるってわけ。マジ災難じゃない？それは災難。本当に災難だと思うんだけど。え、キアラちゃんってこれ悪いの？俺悪くないと思うんだけど、何も。
まあ別に、ここそこそこ楽しいし疲れないし、なんなら学校よりいいくらいだよ。あ、そうだ、先生に渡したいものがあるんだった。紙、なんだろう。紙？私の連絡先、先生がスマホ買った時用に渡しとくね。もう二度と先生に会えなくなるんとか、マジつらたんだし。一応、個人情報だし、他の人には渡さないようにしてね。ま、いろいろ意味わかんないってなったらググってみてよ。そんじゃ先生、待ってるから私。え？ S ランク、次に進む。じゃあキアラを選ぼう、ここで。キアラくんか。君もあのカリスマに見せられたのかな。まあ君の選択を咎めたりはしないさ。いや、カリスマっていうか、早く伝えてやってくれ。まあカリスマ性はあるのかもしんないけど、だってキアラがここにいる意味って何なの？何もないだろ。桜きれい。先生どうしたの？卒業おめでとう。ありがとう先生。祝ってくれて超嬉しいっていうか、こんなに早く出られるとは思ってなかったよ。だってお前何を悪いことしたの？何も悪いことしてないだろ。そうだ先生、写真撮ってくんない？ああいいよ。ありがとう。じゃあはい、これいい感じに写してね。はい、チーズ。ハッピーエンドキアラ。じゃあ良平キアラゼイピア撮ったから、美月ちゃん、美月くんか。ふふ、あの子は根は優しい子だからね。君が選ぶ理由もわかるよ。最後まで見届けてあげなさい。いやー、この後3人殺さなきゃいけねえのすげえ嫌なんだけど。あ、泣いてる。あ、私が卒業できるなんて思ってもいませんでした。ずっと頑張ってきてよかった、よかったな。卒業おめでとう。あ、すいません、嬉しくてつい。ありがとうございます。私これからも頑張ります。いや頑張れよ。一旦全員殺すか。じゃあやりたくねえけど、とりあえず今エンディングが 1,2,3,4,5 撮ってるから 6,7,8 なんだよな。全員殺したとしても、でその後あの一番最初からやり直して全員の評価を S 取りつつ、新島11ルートがあるんじゃねえかって俺は思ってるんで、そっちも取りたい。もういきなり暴力振るうの超やだな。じゃあ暴力、いやバチンと頬を打つ音が響いた。え、私何もしてない。いやだってキアラちゃんってマジで何もしてないからな。これ本当にやばい人なんだけど。なんでなの、私何もしてないのに。そうだよね、痛い、ヒリヒリする。いやこのルート本当きついんだけど、ただきついんだけど。いやずっと叩いてる。殴らないでお願いします。そうだよね、殴られたことないの私なのに。こんなの痛い、やめてください、やめてお願いね、やめてよ。いや本当に、あ、発狂してる、助けて助けてよ。いやー狂っちゃってる、早く出してお願い。そこから見てるんでしょ、知ってるのよ私。ふざけないで、傍観してないで、助けたらどうなの。耐えられないの。いやそりゃ耐えられないだろこんなの。え、どうすりゃいい、どうすりゃいい。なんでこんな奴を話さないといけないわけ。何でもするからお願い、何でもするから。あ、エンドさん、軽量、総防、参謀とかかな。いや、やだな。うわ、全員のこれを BGM が。良平ごめん。いや、なになに、椅子を切り倒し彼の頭に足を乗せる。いや何してんのこれ。彼は何が起こったのかわからないという顔で苦悶の表情を浮かべた。やば、本当にやばいやつじゃん、俺自身が。いやお前こんなことして許されるとでも。いやそうだよな。え、これさ、暴力をさ3回ずつ振るってさ、その一人一人のエンディングを取らずに一番最後まで行くとかもあったりすんのか。結構やだな。お前をやろうと思えば。うわ、なんで親の言うことを聞かないんだ。お前も父さんと一緒だ。わあ、そういう過去があんのか、潰すことだって。いや、そっか、一人一人過去があるよな。もうやめろ、踏むな。ゴミを見るような目で僕を見るな。父さんのような目で僕を見るな。いやこれえぐいな。もういい、お前なんか、お前なんか、あ、殺されんのか俺。なんだそんな顔して。
僕がお前の胸ぐらを掴んでることに驚いているのか。話せ。つくづく気に食わないな。やろうと思えば僕の方が格上じゃないか。父さんの真似をするな。いや、殺される。両兵に、エンドに、喝殺自在。よくない。彼女の髪をわしづかみにした。いや、もうえぐいな。うわ、あはは、面白ね。もっとやってやろうよ。もともとそういう、ちゃんと動画撮ってる。うわ、こういう過去があんのか。いやー、きつ。あ、でも、なんだろう。主人公が人を殺したルートは一番最後のゼイピアだけなのか、今のところ。彼女はもう抵抗する気力もないと言ったように、そのうつろな目で地べたを見つめている。楽しい。楽しい、楽しいよ。狂ってる主人公が。なんて楽しいのだろう。あ、なんだ、殺されたの。いらない。突如激しい痛みが腹部を襲う。俺刺されたんだ。うわぁ、殺された。いらない、いらない、いらないね。反撃されると思ってなかったの。どこにそんなすごいやつ隠してたの。そうか、包丁欲しいって言ってた人に包丁あげたみたいなこと言ってたもんな。その話ここか。油断してる人を刺すのって簡単。あの時は苦労したの。あ、死んじゃったのかな。でもこんなやつ死んでもいいじゃん。みんなみんな、いや笑ってる、みんなみんなそうでしょ。確かにそう思う。俺もエンド1自業自得。本当にね、本当にね。さあ、エンディング8個取れたぞ。あと4つ、あと4つ。マジでどうやって取んだ。初めからやろうかな、一旦。まあ、とりあえず全員 S ランクを目指します、今から。で、一人一人のこういうのを手に入れて、だとしてもね、あと4つでしょ。取れる気がしねえよ。記憶消去システムに移行成功しました。ふむ、よし、計画通りだな。え、もう一回やり直すことに意味があんの。いや、優秀な職員くん、またここに来たんだね。あれ、そういうこと。ずっと君が戻ってきてくれることを待っていた。君はここスクールスクールで働く権利を取得した。君の活躍を期待してるよ。記憶が消された。どのルートの記憶が消されたんだろう。まあ最初からやるか。じゃあ最初からやり直そう。お前は誰だ。やだな先輩、忘れちゃったんすか。俺は新島11っす。ここは構成フリースクール。フリースクールスクールっすよ。先輩、今日から正式に職員として採用されたんすよ。ああ、そうか、この話は変わんねえのか。チュートリアルを飛ばす。了解したっす。了解した。俺が呼ばれた意味って結局何だったんだ。先輩、それじゃあ明日から頑張りましょうっす。チュートリアル飛ばすとかも、お前は理解してんの。じゃあ体調はいい感じですか。良くない。大丈夫っすか先輩。どっか頭が痛いとか。ゆっくり休みつつでいいので。でも無理はしないでくださいっす。あ、そうだ。生徒さんの情報、あ、そっか、ここを渡してくれんだもんな。あ、あの先生。もうチャイム鳴っちゃいましたけど、その、やっぱ、美月ちゃんのルートも、一周目で取った選択肢と全く同じ選択をしたけど、このルートに行くってことは、やっぱ二周目やんないとってことなのかな。先生に聞いてほしい話があるんです。何？先生にしか話せそうな人いないし、お時間取らしちゃったらごめんなさい。いいよ、全然。私、高校生になるまでは、公立の中学校に通っていたんです。もともと口下手だったので、友達も少なくて。中1の新しいクラスではなかなか馴染むことができませんでした。そのまま友達が作れずに5月になりました。そしてバレーボールの球技大会があって、思えばそこからが地獄の始まりだった気がします。決勝まで進んだんだ。絶対に負けらんないよね。絶対勝つぞ。ああ、やだな。隅っこで立ってよ。7対7で試合はあと1分。クソ、あと1点なのに。バレーボールの戦い時間制なの。早く終わんないかな。あ、ボールが来たぞ。バスケットボールとかだった？バレーボールだよね。取って。あ、いやー、まあしょうがないよね、球技大会とかって。みんなが
運動できるわけじゃないもんね。熱くなる方だったけど。試合終了。わあ、やった、勝ったよ。ミスってくれてよかった。取れよ。いや、すげえ。あんたが取らないから負けちゃったじゃん。だから球技大会勝ったとしてじゃん、結局。みんなで楽しくやるのが球技大会だよ。あんたがボケっとしてるからでしょ。私。言い過ぎですよ、先生。先生は悔しくないの？こいつのせいで負けたのに。だってさ、球技大会ってさ、そういうもんだよ。できるやつとできないやつがいるのが球技大会だろ。そいつのフォローできなかったお前のせいでもあるだろ、じゃあ。まあまあ、ははは、先生。楽しかったんだからよかったじゃないですか。こいつをかばうわけ。この出来事があってから私は、いじめられるようになりました。理不尽だな。何これ、落書き？置き弁してた教科書まで落書きされてる。このクラスが負けたのって全部美月ちゃんのせいだし、球技大会引きずりすぎだろ、お前。球技大会に人生かけてたんかい。うちらはうちらで勝ちたかったのに。あれはドジすぎて今でも笑っちゃうわ。運動音痴は学校に来んなよ、クソが。いや、だって球技大会で勝てなかったならもう秋の、なんだっけ。秋にある大会の方で勝てばいいだろ。ああ。わざわざ声に出さなくったっていいのに。ああ、お帰り、みつき。ため息なんかついてどうしたの？なんでもないよ。最近元気がないけれど大丈夫？お母さん心配してるのよ。ねえ、お母さん。学校正直行きたくないんだ。え？みつき急にどうしたの？ってやつがいろいろ言ってくるの。まさかいじめられたりしてるの？あ、そんな、みつき、なんで早く言わなかったの？あ、いいよ、お母さん。学校に言いつけてやる。お母さん、あ、みつき、ちょっと待っててちょうだい。早いな、お母さん。お母さん、待って、違うの。遮られたの。ってこよね。学校と話をしてくるから。お母さん、行動力すごい。ま、待って、お母さん。私はお母さんにそうして欲しかったわけではなかった。ただ私は、お母さんに心配して欲しかっただけなのに。いや、そっか。いやでもお母さん的にもさ、何か娘のために行動しなきゃって思っちゃうのがお母さんかもしんないよね。おい、あんた先生にチクったよね。いや、チクられるようなことしてるお前らが悪くない？え？昨日の夜先生とあんたのお母さんが家に来たの。私はあんたをいじってるだけなの。気が早すぎじゃない？いや、本当に？全く同じことお前にしてもいいの？じゃあ私いじめられてるかわいそうとか思ってんの？自意識高すぎだろ。なんだお前。違う。あ、声ちっさ。あんたが私を怒らせたのがいけないんだよ。覚悟して、王様なのかよ、お前。それからあいつがどんどん態度が傲慢になっていきました。私はあの女から逃げるためによく図書室に寄るようになりました。図書室って静かだし、あいつらもそこまで暇じゃないみたいだし、私にとっては憩いの場所でした。え？何か面白そうな本ないかな？あ、これ面白そう。あの人今日も本探してる。背が高いから上級生かな。いや、まさかさ、まさかこの出会いがそのいじめてきてたやつの彼氏みたいな、いじめてきてたやつのが好きになる人だったりして、もう本当に泥沼化するってことこれ。うー、あの本読みたいのに高いから取れない。ジャンプしてんだ。うん、やっぱり取れない。椅子、僕取りましょうか。はい。って、あなたずっと飛び跳ねてるんで、本読むのに集中できないんですよ。すごいこと言う。あ、その、ごめんなさい。韓国ドラマとかでありそうな展開。どの本ですか？あ、水色の表紙の。これですか、どうぞ。あ、ありがとうございます。もう少し勉強になる本を読んだ方がいいですよ。それでは、なんでこいつ、一言多いな。変な人。いや、韓国ドラマみたいな展開。でも優しかったな。あ、何、嘘だろ、お前。あ、またあの人ずいぶん太い本を読んでる。あの、何の本読んでるんですか？あー、これは19世紀における日本という本です。すごいな。かの有名な小説家のって読んだことないんですか？すごいこと言うな、お前。あ、はい。もったいない。一度は読んでみるといいですよ。すごいですね。そんな太い本読むなんて私は読みきれなさそう。分厚い本の方が深みがあって興味深いものですからね。そうなんだ。あ、そうだ、これ僕の本なのでよければ借りますか？家にもう一冊あるので。もう一冊持ってんの？すごいな。え、いいんですか？
もちろん読み終わったら返してください。汚したりしたら承知しませんが。分かりました。そのすごく時間かかっちゃうかもですけど読んでいます。大丈夫ですよ。ゆっくり読んでください。いいやつ。あ、塾があるな。それじゃあ僕はこれで。ではまた。あ、めちゃくちゃ分厚いな。読み切れるかな。あ、めっちゃ見るじゃん、あいつ。どんだけ私に興味津々なの。暇なんかよ。図書室に行くことでしんどいことも辛いことも乗り越えてました。学校に行かなかったらあの女に負けることになるから。でもあの女、何これ、黒板に落書き。え、何これ。みつきちゃんおはよう。挨拶も返せないんだ。マジウケるわ。最近あの上級生といい感じじゃん。一大ニュースだからみんなに伝えてあげないとって思って。あんたがやったのこれ。え、そうだけど何。いい加減にしなよ。こんなことやってて何が楽しいの。あ、みつきちゃんぼっちだからうちらが遊んであげてるんだよ。いや、大きなお世話だわ。あ、それとも何、結婚のお祝いとかの方が良かった。うるさいな。え、なんて言ったの今。あんたなんかそんなこと言っていい人権があると思ってるわけ。なんなのお前、どうしたの。増長の仕方がえぐいわ。ゴミ虫のくせに。いた。あんたのそのクソ邪魔な髪の毛さ、ずっと思ってたんだけど。マジ鬱陶しいんだよね。いや、やめて。うっせえな、黙れ。うわ、すごい。すごいこいつ。あー、これか、見たことあるな、さっき。ちゃんと動画撮ってる。あ、ここももっと切った方が可愛いかもね。あ、可愛くなってるよ、でも。でも。あれ。すっきりしたじゃん、よかったね。え、全然可愛くはなってるけどね。明日もその髪型で来なよ、学校。陰キャ髪型卒業っつ。あ、泣いちゃった。なんで私。ずっと耐えてきたのに。すべてが音を立てて、崩れました。それから卒業まで学校には行けませんでした。あいつが撮った動画が拡散されていたらと思うと胃が痛くなりました。クラス替えをしたとしても、もともと生徒の人数が少ないから全員に噂が広まっていたと思うと、吐きそうでした。しばらくは鏡を見るのが嫌になりました。腕を傷つけることも増えました。カッターを持ち歩かないと落ち着かなくなりました。ご飯も味がしなくなりました。夢によくあいつが出てきて私の髪を掴んで脅すんです。ああ、そっか。だから、暴力を振るうルートで髪掴んだのがそういうことなのか。高校は通信制のところに入学しました。でもずっとあの時の不安が襲ってきて、どうしても学校に行きたいって気持ちが湧かなくて。みつき、朝ごはんいらないの？いらない。あのね、みつき少し出かけない？ずっと出かけてないでしょ。あなたの髪の毛もずいぶん伸びてきたし。どこに行くの？高校。あ、みつき、あなたがそういう気持ちになるのはわかるわ。でもね、制服だけ買ってずっと学校に行けてなかったから、私がついていくならみつきも辛くないかなと思ったの。いや、どうなんだろうね。それは難しいよね、こういう話は。本当に、あー、やっぱりお母さんは私のことをちっとも分かっていやしないんだ。でもずっと催促されるのももう鬱陶しかった。分かったよ。分かったわ。ゆっくりでいいから準備してちょうだい。あ、高校だから制服は着なさいね。勝った。あー、いや、こう、どうすんの。午前11時くらいだった気がします。新品同様の制服を着て通学路になるはずだった商店街を抜けました。でも見たくないものを見てしまったんです。あれ、みつきちゃん。いや、こんな運命みたいな話ある。そいつはなぜか真昼間から友達らしき人とお店の行列に並んでいました。あ、うわぁ、あんた生きてたんだ。その子知り合いなの？まあね、中1から学校来てなかったからすっかり存在忘れてたけどさ、あの女3年経っても何も変わってなかった。あんたは何も変わってない。は？え、大丈夫そう？この人。私ずっと苦しかった。なのに、殺してやる、殺してやる。え、やだ、やめて。うわうわ、殺しちゃったんだ本当に。あはは、いらない。なんであんたみたいなゴミが悠長に生きてられるの。なんであんたみたいなクズが私より人生楽しんでる。返してよ私の3年。修学旅行だって行きたかった。体育祭とか文化祭とか楽しみたかった。あんたなんて死んで当然だよ。その後の記憶はあまり覚えていません。周りで人が叫んでいるのが聞こえて、お母さんは涙を流しながらずっとブツブツ何かを言ってました。
ちょっとのことにカッとなってあの女を刺して、私は許されないことをしちゃったんです。なんて言えばいいかわかんねえよ。すいません、本当に長い話になっちゃって。暗い話でしたよね、本当にごめんなさい。でも先生にこの話ができてなんだかすっきりしました。また私の話聞いてくださったら嬉しいです。そうだ、先生にこれあげます。ありがとう。あ、何これかわいい。家庭科で作ったコースターみたいなやつです。コースターなんて使いどころないかもですけど、もしよかったら使ってください。あ、全然あるよ。コーヒーよく飲むから。それじゃあ失礼しました。ありがとう。イエス。同じ評価なのにね。やっぱ、2周取らないと S は取れないのか。一応言っておきますが、僕は別にあなたなんかと仲良くするつもりはないので、願い下げだ。1回で理解してくださりありがとうございます。本当に昨日の人は何回言っても聞いてくれなかったので。あ、これだけなのかな。この初動のあれなのか。信頼度1上がってるし。じゃあこっから普通にやれば425取れるのか。おや、もうこんな時間ですか。別れを惜しむというのはこういうことなんでしょうね。今まで出会った人間はほとんど全員がどうでもいい奴らでしたが、先生は違いました。久しぶりに満足しましたよ。最初は面倒だと考えていましたが楽しかったです。先生、そのもしよろしければ僕の過去の話を聞いてくださいますか。どうした。いえ、僕だって本当は話したくないですよ。こんなのただ僕が過去にやったことを知らずにあなたが僕を卒業させると言い出したとしたら、なんだか僕の信念に合わない気がしてきたんです。完全に僕の自己満足ですが聞いてください。あれなのかな、みんなのお話を聞いて S ランクを取った上で一人一人選ぶで、あと4つかな。兄良平、お前は私の子供なのだからきちんと勉強に励みなさい。兄良平、徒孫の名に恥じぬような、津村とかかな、名字なのかな、ような子こそ我が家に必要なのだ。僕の父は政治家でした。曾祖父の代から政治に携わる家系だったようです。僕はずっと津村家の人間として幼少期からずっとみっちり教育を施されてきました。良平、今日遊ばね。ごめん、塾があるから。小学生から塾に入ってんのか。良平も大変だな、頑張れ。それじゃあな。うん、ごめん、それじゃあ気をつけてね。良平、お前最近とやらと遊んでるそうだな。あの子の父親は私ではなくボルケを支持しているということをお前も知ってるだろ。ボルケ、ボルケ、ボルケ校長じゃねえの。兄はお前と違って付き合うべき人間を選んでるというのに、お前も付き合う人間は選ぶべきだ。ごめんなさい。分かってくれるのか。これからはもっと有意義に時間を使いなさい。父は自分のことしか考えない人間でした。子供の僕たちのことはどうでもよかったようです。母も僕たちのことを父とお手伝いさんに任せっきりにして、いつも友人を家に招いては茶会を開いていました。中学校に入っても両親の態度はちっとも変わりませんでした。疲れたな。良平はまた怒られたのか。お前はダメだな。兄ちゃん、そんなこと言うの。お前も勉強しろよ。明日からテスト期間だろ。兄さんに言われなくても分かってますよ。ああ、分かってるならいいんだ。兄はまるで父の生き写しのような人間でした。そうだよね。こういう環境の時で弟と兄は協力し合うものじゃねえのか。2歳しか離れてないのに、毎度毎度口うるさくて。でもそれでも僕は父を、兄を誇りに思っていました。そしてある日、家に来客があった時のことです。津村先生、もうすぐご子息の兄さんが高校生になりますよね。兄さんじゃなくて、これ兄っていう漢字でなんか K とか読んだりするってことなのか。ああ、それで今日はずっと言っていたあの件で来たのか。はい、ぜひ兄さんを我が裾高校に入学させていただきたいのです。かの津村様のご子息が我が高校に入学されたとなれば、入学者が続々と増えることでしょう。そういうもんなの。いくらだ、いくらだ。ざっとこの程度ご用意しています。そうだ、弟様の良平君も2年後私たちの高校に入学されるのならば、さらに倍額ご用意します。嫌な話。お前たちをスーカラ高校に入学させることに決めた。兄じゃ K かな、本当に。
お前には推薦入試でスカラ高校に入学させようと思う。良平も将来的には推薦で入学させたいと考えてる。わかりました。いや、良平は全部知ってるもんな。兄さん、なんだよ、変だと思わないんですか、急にあんな話されて。俺の進路のことなんだから、お前は口出すなよ。父さんは、いいから黙ってろ、早く失せろ。ああ、兄も知ってんだ、すべてを。僕は兄により失望しました。兄は自分の意志がない人だった。なるほど。すべて父の言動に従う、傀儡のような。僕はそうはなりたくなかった。だから。良平、テストの点はどうだった？おい、良平、私の言うことが聞けないのか？そうだ、良平、進路調査票は もらったんじゃないのか？あなたには関係ないでしょ。お前、いい加減にしろ。お前はあくまで私の駒に過ぎないのだ。あ？そんな言葉が父さんの口から出てくるとは思ってもいなかった。ふざけるな、私の言うことに従え。やろうと思えばお前の進路調査票を学校に頼んで書き換えることだってたやすいのだぞ。お前なんて父親じゃない。もう一回言ってみろ。わあ、なんで親の言うことが聞けないんだ。私の子供なら私の言うことが聞けるような子は。この父親怖え。僕は父が恐ろしかった。父自身の手で自分の地位を下げているように思えてならなかった。そんな父が恐ろしかった。結局僕は父に逆らって、スカラ高校とは別の高校の名前を書いた。地域では学力が随一で有名な学校を選んだ。父も兄もこの学校なら許してくれると思っていた。でも現実は違っていました。おい、良平、お前、最近調子に乗りすぎだぞ。何が？素直に親父の言うことに従っておけばいいのに。あんな奴に従う方がバカバカしいです。お前。僕は思ったことを言ってるだけです。俺に対して言いたい放題するのもいい加減にしろ。そっちこそ。進路報告書も書き換えられることもなく、僕は希望の高校に入学しました。でも僕は。良平。何ですか？お前を津村家の人間としてもう認めないことに決めた。は？この家にはもう兄の良太しか必要がない。昨日みんなで話し合って決めたのだ。お前の両代もすべて払ってやった。これで十分だろ。さっさと荷物をまとめて出ていけ。え？早く出ていけ。僕はひどく打ちひしがられました。でも、せいせいするなって思ってしまいそうだけどな、俺は。まさかそこまでされるとは思っていなかったから。あんな家にいるのはもう限界だった。あいつらの顔ももう見たくなかった。しかし普通にこのまま縁を切られるのも不服でした。本当にいいんじゃねえのこれで。ずっとずっとずっと心の中でくすぶっていた復讐という感情が湧いてきたのです。あいつらが寝静まった時に僕は、なんでなんでなんで、家を燃やしました。なんか焦げ臭くないか。火、燃えている、燃え。良平の仕業か。あなた扉が開きません。熱い苦しいわ。いや、マジか。いや、マジか。え、ここまでする必要はあったのか？果たして。これで、これで。僕の邪魔をする奴はいない。あいつらの顔も見なくて済む。これで、これでよかったんだ。これで。本当か？すいませんね、こんな話。聞いてもらってしまって。こういう経緯があって僕はずっと名字を隠していました。あの名字の響きを聞くだけで僕は吐きそうになるので。僕にひどく失望したでしょ。まあびっくりはした。僕は簡単な理由で家族を殺してしまった。しかし先生にお話を聞いてもらえたおかげで少し肩の荷が下りたような感覚です。そうだ。こんな長話を聞かせてしまったお詫びにこれをどうぞ。お菓子。キャラメル？林長製菓のキャラメルです。ここでは寮成績を取らなければこのような嗜好品は与えられないので。教員も例外ではないはずです。そうなんだ。あの赤髪の人が話していらっしゃいましたから、そうなんだ。溶けないうちに召し上がってください。ああ、ありがとう。ありがとうございました。でもキャラメルあんま好きじゃねえんだよ。またお会いできる日があればぜひ。いや、みんなやっぱ持ってんだ、こういう何かしらが。あとは他のやつ S 取ってかな。11の下りもあるんだろうけど、どうやって取んだろうな。よし、これで全員 S ランクを取った。これで何か変わんのかな。何かできることはあるのかな。
ここら辺でなんかできたりすんのか。一応セーブしとか、この時計とかって何なんだ。いよいよ決断の時だ。彼らの卒業の権利は全て自分の手に握られている。慎重に選ぼう。選ぶのか結局。先輩、あ、11、どうした。ここ11来なかったよね。すいません、突然失礼しちゃって。どうした。さっきの放送いよいよっすね。先輩はもう誰を選ぶとか決めたんすか。え、決めてないよ。先輩もっすか。ちょっと安心したっていうか。先輩、俺は誰も選べないっす。いや、俺も選べないよ。選ぶ権利なんて俺にはないんす。俺は今までずっと見て見ぬふりばかりしてきました。こんな奴に他人の将来を選ぶ権利なんて本来なら与えられていいはずないんす。確かに。確かに何なんだろうね。俺の一存でそいつの運命を大きく左右するわけだもんね。きついな。なんだ先輩、俺どうした。11、俺は全くもって立派な人間じゃないんす。だから俺は大丈夫だから話を聞かせてほしい。11ルートか。わかりました。全部先輩に話します。何があった？お前の身に。俺の家ははっきり言って最悪だったんす。父はいつも昼は工事現場で働いて、夜は酒を飲みながら顔を赤くして帰ってきました。そして母は俺をずっと放棄して暴力を振るいまくってきました。飯も適当に買ってこいだとか、風呂にも十分入れてもらえなかったっす。あんたがいるから私はあの人と別れられない。そうなの。あんたが生まれなきゃよかったの。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、謝っても何も変わらないよ。あんたがいる限りね。だってお前らの勝手でこうなったんじゃないの。ああ、あんた待っていて、すぐお金持っていくから。今回はいくらなの。今夜も向かうわね。いや、何なんだ。お前いつも臭いし、何なんだよ。ちゃんと風呂も入ってないだろ。こいつ何も言わないし、殴ってもバレないんじゃ。いや、すごいな。学校でもクラスメイトから、あるいは高学年の人から殴られたり蹴られたり、そんな感じだったっす。お母さん、なんで俺を殴るの。もう殴るのはやめてよ。私も父さん殴られてたの。お前が父さんに殴られてるからって、俺のこと殴っていいってことにはなんねえだろ。だからあんたが殴られて耐えられないのはありえないの。どういうことだよ。これはあんたは思ってのことなの。いや、まあさ、お前はさ、旦那から殴られてるかもしんないけど、こっちは母親から殴られてるからね。全然違うんだけど、意味合いが。父さん、母さんに何も言わないの。家事してとか。あいつの好きにさせてやってる。あいつはどうせ俺の稼いでくる金がなければ生きていきやしない。でもさ、母さんは、もう黙ってろ、疲れてるんだ俺は。いや、親がえぐい。全部絶対嘘だと気づいたっす。ただ母が俺に八つ当たりする口実だって。父も俺たちのことに対して全く無関心でした。あ、そうなの。父さんは母さんを殴ったりしてないの。俺は両親に幻滅しました。まあ、するわな。でもずっと頭が痛くて、体の節々が痛くて、ずっと腹が鳴って耐えられなくなって。俺は耐えられなくって、二人とも殺しました。簡単だったっす。母さんはおそらく男と飲んできて血取り足だったの。父が仕事で使ってたバールで一発殴ったら死んでました。しばらく待って、父が顔を赤くして帰ってきたので、その後ぶん殴って。直後はあんまりよく覚えてなくて、そのまま家を出てフラフラ歩いてたら補導されかけて、服装が血みどろなのを見られて普通に捕まりました。そして俺が警察に拘留されている間、俺は署長に出会ったんです。君大丈夫かい。君は虐待されていたんだよね。かわいそうに。親は選べないものだから。でももう心配はいらない。君やり直さないか。私が最近廃校になった私立高校を買い取って始めた事業があってね。君のような若者を保護して更生を目指す施設なんだが、興味はあるかい。無理にとは言わない。しかしこのままいては君は懲役を課せられるだけだ。衣食住、勉学の権利は全て保障するよ。どうだい。え、ボルケの目的って何なんだ。今のところ、まあ、いいやつっていうか、まあ、いい人っぽいよね。確かに、あの、飴とかを製造してるっていう裏の顔はあるけど、やってることは、まあ、それも資金のためとかいうことでもあったりすんのかな。
何なんだろうこいつの狙いは。今んところ殺処分とかどっから金得てんだろうねこの学校は。今考えてみればそんなうまい話はない。でも俺は本当に追い詰められていたんす。だからあいつの言うことを全て鵜呑みにして信じてしまった。そして俺はスクールに入りました。そしてそこで俺は先輩に会ったんです。じゃあ俺にもこういう過去があるんだ。あんた誰っすか。前髪見づらくないの。は、ちょっと何するんすか。目綺麗だね。え、そっすか。なんなんだよ、変なやつだな。またあんたっすか、なんなんすか。わ、ちょっと、わ、なんか増えてる。こういうのって普通左右対称にするんじゃ。いやーでも片方だけつけたりするんよこういうのって。おしゃれじゃない。そうだよね、なんか片方だけつけたりするよね。ブブ、なんなんだよおしゃれって。先輩はなぜか俺に気さくに話しかけてくれましたよね。本当に嬉しかったんです。それから俺は先輩とよく話すようになりました。あ、こんにちは。何読んだの。絵本っす。読むものがないのを適当に読んでるっす。あ、そうなんだ。どんな絵本。実は俺まともに学校行ってなかったんで文字とかあんまり分かんなくて。あ、勉強しない。え、勉強でも俺なんかにできるもんすか。いや、できるよ。え、あんたが教えてくれる。あ、先輩、今日はこの本を読もうと思ってて。明治時代の本って難しい言葉が多くて結構ペースがゆっくりなんですけど、ずいぶん読めるようになったね。へへ、そうっすか。これも全部先輩のおかげっす。いつかは本全制覇を目指したいっす。あ、だからずっとピンつけてんの。先輩、無事に卒業資格勝ち取りましたよ。どれもこれも先輩のおかげっす。まあ俺のおかげか。先輩はどうでしたか。卒業できる。先輩もですか。へへ、よかった。あ、そういえば先輩、この後の進路はどうするんすか。なるほど、じゃあ俺とは離れちゃうっすか。俺もう少しスクールに残って職員として頑張ってみようかなと思って。ああ、なるほど。じゃあ主人公はこいつを11を助けるためにここに来たみたいな話なのか。その先輩、戻ってきてくださいね、いつかスクールに。約束だ。この約束を果たしに来たのか今。はい。そっか。でも施設に残った俺は後悔しました。ふざけんな、大人の言うことを聞けないのか。そんなのだからお前みたいな犯罪者が生まれるんだよ。わあ、いや、実態はこうだったのか。今まで気づかなかった、隠されていた。少しでも生徒に気を置く、気に食わないことを言われれば平気で暴力を振るわれるこの場所。そっか、だから暴力振るうっていう選択肢があったのか。少しでも悪い態度を取れば大人から暴力を振るわれ、俺は何もできませんでした。あー、そっか、だから言ってたのか、あいつは見て見ぬふりをしているって。何か悩み事とかあるっすか。何かあったら何でも聞いてくださいっす、俺にできることがあれば。ねえよ。じゃあよ、俺の親を消してくれるのか、いじめてきたクソ野郎どもを消してくれんのか。お前が動いたって何も変わんねえんだよ。責任持てないならそんな希望を持たせること言うな。俺は黙ってることしかできませんでした。傍観してしまった。三条から目を背けたかったけど、できなかった。苦しくて仕方がなかった。そんな時先輩はここに戻ってきてくれました。でも、先輩はスクールから出た以降の記憶を全て消されてました。ボルケのせいっす。あいつは外の情報を極限まで持ち込ませたくないから。あいつは自分の地位を守るため、若者公正と歌っては平気で人間を殺す。大人なんて花から信用するべきじゃなかった。俺は信じたくなかった。信じたくなかった。でも、嘘、そんな先輩が俺のことを、え、何忘れてるわけない。ああ、認めなさい。これはスクールに外部から就職する者の務めだ、義務だ。覆すことのできない規則だ。先輩、約束したじゃないっすか。そうだな、約束したよな。でもこんなのあんまりっすよ。心の準備はしてたんす。でも先輩がまるで新しくここに来た生徒みたいな表情で座っていたのを見たとき、俺は正直心臓が止まりそうだったっす。
でも先輩はすごいっすね。俺なんかと違って生徒さんの気持ちをきちんと汲み取れるんすから。ああ全部 S ランク取ったことに意味があるのか。俺に最初話しかけてくれたみたいに。それに比べて俺は、俺あれなんで泣いて、先輩の前でこんな情けない姿、ありがとう。なんでありがとうって言ったの俺今。ごめんなさいっす。そんな情けない、恥ずかしくて死にそうっす。先輩、俺は卒業生誰も選ばないでおこうと思うんす。俺の選択で誰かが不幸に陥ったら嫌だから。だから先輩はせめて後悔のない選択をしてほしいんす。いや、お前の言い分めっちゃわかるけどさ、そいつらの未来に責任を持ってやるぐらいの感覚の方が教師的にはいいんじゃないの。俺が言えたことじゃないかもしれないですけど、大丈夫だ。全員助ける方法がある。あるのか。え、でもどうやって。俺たちがボルケを倒してここを運営するってことか。でも先輩が言うんだから。そうっすね、手伝ってくれるか。俺先輩の言うこと信じます、信じてます。もう俺も逃げません。ついてきてくれるか。失礼するよ、ボルケ。やあ優秀な職員くん。私はデリン・ボルケ。この施設の所長を務めさせてもらってる。ずっとモニター越しから観察させてもらっていたよ。いろいろあったと思うが、よく無事に業務を終えてくれたね。何褒めていると思う。毎年何人か必ず卒業生の中で殺処分されるものが出てくるからね。君はうまくそれを乗り切った。素晴らしいことだ。さて本題に入ろうか。君が話した4人の中から今年度の卒業生を選んでもらう。もう候補は決まったかい。全員だ。ふむ、どういうことだい。一人しか選んではいけないと規定で決まっているだろう。君が知らないはずはない。わかっている。ではなぜ、君は聞き分けのいい子だと思っていたが、規則に従わないのであれば、私も叱るべき処置を取る。こっちも同じだ。なんだいそれは。君がそんなものを持っているはずが。ああ、ボルケでもこれは想定してなかったの。おろしなさい、すぐに。おろしなさいと言って。早っ。まあでもこれでみんなが救えるならいいのか。先輩、ようやく俺たちもここから出られるんすね。ここまですごく長かった気がするっす。まさか所長が先輩に命じられたなんて。ボルケがいなくなってくれてすがすがし、せいせいしてます。スクールは取り壊す。そうっすね、こんな偽物の学校なんてもう必要ありませんから。先生、卒おめの写真撮るから早く来てよ。卒おめ、ほら先輩行きましょう。あ、私は隅っこでいいよ。良平そこだと映んないよ、もっと詰めなよ。誰がどこだって構わないだろ。ほら先生、早くしてください。みんなに慕われてる。はいはいって。11なんで泣いてるのさ。ごめんなさいっす。ちょっと涙が止まらなく。あ、ハンカチいりますか。ごめんなさいっす。あの顔大丈夫そうっすか。大丈夫だよ。そうっすか、よかった。え、俺なんか顔になんかあんの。もう少し寄って。あ、いい感じ。じゃあ撮るよ。卒おめ。一番いいっぽいエンディング撮れた。いや、俺の写真写っ、俺の顔写ってないんだけど。もう一回撮ろう。もう一回撮らせてくれよ。もう一回撮らせてくれよ。あ、トゥルーエンドが撮れたのか。え、でもこれで9個目でしょ。あと1個は多分反対側で撮れると思うけど、あと2つあるってこと。反対側であと3つ撮れんのかな。いや、エンディング回収の目処がついてない時ほど怖いことはないよ。いや、いいお話だったな。まあいいお話だったけど、すげえ心がやられそうになったな。この後はどうなんだろうね。みんなを救ったのかな。この後どうなんだろう。この後の一人一人はどうなるんだろう。主人公と11はなんかなんとかなるかもしんないけど、喫茶店でも経営してのんびり暮らせる未来があるかもしんないけど、他のやつらってどうすんだろう。
学生だもんね。だって高校とか大学とか行くのかな。どうなっていくんだろう。むずいな。全然わかんないよね。まだ。このエンディングじゃ。このエンディングに来るまでにもっともっとわかることがあったのかもしんない。ちょっとわかんないな。まだ。どうなったんだろう。どうなったんだろう。わーい、かわいいな。このチビキャラみたいなのが。卒業おめでとうってうっすらと書いてある。おまけの前に、ここ決めたって言おう。そうなんすね。先輩は責任感があってすごいっす。先輩、俺は、誰も選べないっす。選ぶ権利なんて俺にはないっす。ここで11を卒業させることとかできんのかな、さらに。俺は今までずっと見て見ぬふりばっかしてきました。こんな奴に他人の将来を選ぶ権利なんて本来なら、与えられていいはずがないっす。先輩、俺は全くもって立派な人間じゃないっす。だから俺は大丈夫だから、大丈夫だからしか選択肢ないぞ。話を聞かせてほしい。あ、さっきのやつ、わかりました。全部先輩に話します。さっき聞いたぞ。あ、でも変わんないのか、こっちのルートでも。あと3つエンディングがわかんねえ。美月が作ったコースター2種。不慣れだったのだろうか、少し乱雑に縫われている。猫の顔は白い糸で刺繍されてるようだ。両兵から手渡された一粒のキャラメル。表面は薄い包み紙に包まれているが、顔を近づけると少し甘い香りがする。スクルでは珍しい貴重な一粒だ。大切に食べよう。おお、あ、新島十一が出てる。成績 C、 体力 C、 年齢15歳、突起なし、虐待婚あり、ぶっきらぼう、頭も悪く、体力もない、敬語を知らない、要経過観察000。あ、13番。え、13って書いてあるぞ。でも、え、13って書いてあるぞ。13なのに11って、あれ、どういう話だ。あ、嫌いなものの話をしました。私をいじめてきたやつ、傍観者、カメラ、触られること、ハサミ、不幸、親、容姿、運動、自分。すご。あ、すいません、取り乱しちゃって。もうあまりにもエンディングの取り方分かんなかったんで、暴力3つ振るって、話2回してを全員分やる、という感じでいきます。忘れてください。精神力が下がったのか、今ので。で、基本的に嫌われる。先生ってやっぱり。なんでもないです。やっぱりって何。あ、髪を掴むのはやめてください。お願いします。わあ。話す。先生はな、あ、そっか。ズケズケと聞くな。いくら先生でも言っていいこと、悪いことがあると思いますよ。精神をめっちゃ下げる。マイナス 1? どういうこと?さらに話せんの?先生って私をどう思ってるんですか?私、見ての通りネクラなんですが。こんなんだからずっといじめられてきた。それはそうだって言おう。そうですよね。マイナス1になってる回数。私なんてやっぱり。私なんて生きていても価値もない。価値もない。あ、全員を狂わせるエンドがあんのか。どうした?私なんていらないの。もう何もかもがつまらない。いらないならもう捨てちゃって構わないですよね。怖いけど覚悟は。あ、赤い、痛い。あ、お前、いや、マジ。なんだこれは。私みたいなのは結局苦しむしかないんだ、お母さんみたいなこと言ってる。エンド5、騎士、燃料。あれ?こういうエンディングの撮り方か。うわ。セレクト押すとどうなってんの。あ、でも S ランクのままなんだ。じゃあその感じで。だってエンディングってこの4人でプラスで8でしょ。2個ずつあったから3つずつあんの。それで 12? あ、どういうことだ。まあやってっか、ちょっと気が進まねえけど。
日本酒も外そう。不正解です。なんです？無理なんだい？とっさに思いついた問題はこれだったんです。文句を言われても、やはりここの教師はろくでもない奴ばかりだ。ごめんなさい、言い過ぎました。頼むからやめてください。あ、そっか。だから3回殴ってるから、生徒を怯えさせてるんだ、今俺は。いや、そっか、まさかこんな取り方とは。いいえか。ああ、そうですか。別にどうだっていいんですよ。あなた一人ごときの判断で全てが決着するとでも、バカの一つ覚えにも程がありますよ。いや、こうやって取っていくのか、バッドヘンドは。もうそろそろ僕も限界なんですよ。あなたのような無教養の人間と話すがこんなにも疲れるとは。わざとさせられていたり、上からそう言われていたりするんですか？僕たちも罪を犯したとはいえ貴重な若者を蔑んで何が楽しいんだ。いやごめん、エンディング回収のためなんだ。大体あなたは僕より年上とはいえ若者に入るはずだ。なのになぜこんな真似を。あ、黙れ。くくく、ははは。本当に低能な人間ばかりですね。何の得もないのに。ただ僕たちを苦しめて、それで楽しんでるだけなんですね。わかりましたよ。僕にも考えがあります。うわ。こうやってバッドエンド取れていくんだ。これでこの施設ごと燃やしてしまえばいいんですね。最初からこうしておけばよかった。え、なぜマッチを持っているのかって。科学の実験の際に一本だけくすねてきたんですよ。よかったな、つけれて。マッチなんてつけれないこともあるじゃん。これで。え、でもマッチごときで。これはガス。このガスがもし可燃性なら大変なことになるぞ。こう、まさか職員まで巻き添えとは。やはり若者の保護は建前で、逆らう者は容赦なくやるのか。ゲオ、熱い。ああ。そうか、このルートは、もう、みんな死んじゃうんだ。もう、なんて書いてあるかわかんねえ。エンド6。じゃあ、これ、点々点選んだどうなってたんだ。黙ってても別にいいですよ。あなたのことなんて気にかけてもいませんから。話す。いよいよという時間になってきましたね。ようやく解放されるのか。とりあえず順当に面談を終了できて何よりです。先生、僕は前言ったようにこの国を牽引する存在になりたいと思って。ああ、ここ言ってたね。アドバイス特にない。そうですか。本当は僕に何か言いたいことがあるんじゃないんですか。教師なら生徒のためになることをすべきだと思いますよ。まあそうだけど、そうだけど、時間を大変無駄にした気分です。もう退出してよろしいですよね。さようなら。あ、これそのままこういう風になっちゃうんだ。C! C! 教える筋合いはない。あ、はぁ？何それ？聞いちゃった私も悪かったかもだけど、もう少し言い方があるんじゃないの？マジで謝れよ。余計なお世話だ。あ、好きなわけないよね。私も先生のことすごく嫌い。お、すげえ祝って。先生、私ね、幸せがわからないの。ああ、なんか言ってたな。どこが変わっ、冒涜だ。あ、先生はわかってくれないんだ。目パキってる。先生はずっとひどいことしか言ってくれない。私の味方してくれないんだ。私の味方なんか。泣いてる。あはは。あは。もういいや、どうでもいい。こんなのと話してても時間の無駄でしょ。先生、今日はもう帰るね。じゃあね。あ、キアラちゃんエンディング取れねえんだ、これで。数日後。ああ、初めてのパターン。先輩、起きてください。起きてくださいってば。何？ああ、ようやく起きた。新しい所長がお呼びする。新しい所長？先輩に何の用事なんでしょうね。キアラちゃん所長になった、まさか。え、何この展開。あ、先生おはようございます。え、所長になったの？昨日はうまく眠れました？うまく眠れたってどういうこと？あー、この状況に驚いてるんですね。説明してあげましょうか。私、ここの職員さんたちに気に入られてたからさ、所長にしてほしいって頼んだらさ、あっさり OK されちゃった。そんなもんなの？え、前の所長はって、邪魔だから殺しちゃった子は、
あの人私のこと微塵も気にかけてくれなかったし、あなたも同じよ。先生は私のことどうでもいいって思ってるんでしょ。哀れだって思ってるんでしょ。邪魔なのよ。視界から消したいの、何もかも。だからね、先生も消すのよ。あはは、これで誰も私に指図しなくなる。じゃあね、先生。先生がもっと優しかったなら、こんなことにならなかったと思うの。ごめん。エンド7、府中敵国。自分以外にその飴を渡すわけにはいかねえんだよ。あ、パキってる。なんかどんどん狂ってる。え、これ何聞きゃいいんだろう。こいつに嫌われること難しいんだけど。ずっと一人で苦しかった。自分本音を言うとさ、あんたがここに戻ってきてくれたことに感謝してるんだよ。自分の理解者はあんたしかいなかったし、11は自分を憐れんでばっかでさ。でもあんたもさ、飴くれなくなっちゃったじゃん。俺あげてたのずっと今まで。スクールを出てからまるで別人になったみたいだよ。あんたどうしても自分に飴渡したくないんだよな。独り占めしたいんだよな。そんなつもりはない。試したいなら試せばいいよ。自分が教えてあげっからさ。ねえ、あんたも試してみなよ。はい。へえ、わかった。あんたも試す気になってくれて嬉しいよ。なんだ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 この展開は。最初は甘ったるいかもだけどさ、絶対気に入るから。頭がふわっとして落ち着く子は、何これ、何されようとしてんの俺。不安なことなんて何もなくなるからさ。ほら、口を開けて。ああ、まさかあいつか。誰な、あいつが見てんのか。普段は見て見ぬふりしてんのに、こういう時だけ動くのか。大丈夫、ほら、頭がふわっとしてきたでしょ。これで楽になれるよ。大丈夫、大丈夫だから。怖っ。エンド8。心身、なんだろ、わかんねえや。これで全エンドかな。うわ、怖っ。え、どうなんだ。エンド8まで取って、みんなのいいエンディングが4つあったでいいのか。ちょっとよくわかんねえけど、これで全エンドかな。全エンドかな。え、でも新エンドもう一個取ってねえんだよな。じゃあ試さない。ごめん。あ、めっちゃくちゃ変なこと言った。ごめん。よくあることだからさ。そっか、雨なくなったらとか言ってたもんな。もうそろそろチャイム。あ、そっか。あんたさ、自分が見ないうちに随分変わったね。別にとやかく言おうって気はしないけどさ。じゃあね。あ、じゃあね。C。全員の C を取るかな。全員の C を取ってがトゥルーエンドもう一個かな。新エンドもう一個取れてないんだよな、絶対。でもこれで全員 C 取りました。心折れそうでしたけど取れました。もう口も回んなくなってきた。3時間ぐらい今やってるんですよ。これでどうなんだろう。これで新エンド2つ目が取れんじゃねえかな。慎重に選ぼう。先輩、すいません、突然失礼しちゃって。さっきの、あ、そうだね。え、ここ変わんねえのか。決めてない。こいつの話聞くことになんのかな。いや、なんか、C ランク2つ先に取ったんすけど、その時にエンディングのところまで行ったら、その、卒業させる候補生のところに、その C ランク取ったやつの名前が出てこなかったんすよね。それなんで多分出てこねえんじゃねえかな。だから助けるなんていう選択肢がなくなんじゃねえかな。全員の奥になんか赤いやつがあるな。いや、これ選べない。そうか、ふさわしい子はいなかったということか。ならば全員殺処分だね。うわ、そういうことか。心苦しいが君がそう判断したのだから仕方がない。規定でそう決まってるからね。明日には彼らにこの判断を伝えるとしよう。わあ、悪悪いエンディング最後に撮っちゃった。分かってた、もう終わるんだよね。これからガス処理を開始します。いやー、マジかよ。頑張って撮ったのに。エンディングよくやった。これでまた邪魔な若者が消えた。なんなの、お前の目的ってなんなの。やはり皆最初からこうしておくべきだった。彼らに感情移入など必要ない。彼らに反抗する意志と勇気なんてない。
欲望に従って罪を犯していればまた繰り返すだけだ。私の作った飴にまんまと騙された大バカめ。そんな彼らはこの国には不要だ。え、どういうこと？みんなお前のせいだったりしたの？みんな、どういうことだ？これからも日本は我々だけが手綱を握っていく。それでいい。世界征服を目論んでんの、お前。それでいい。それでいい。なんだこれは。わ、あなたは間違いを犯してしまった俺？え？先輩、オッケーって何？やり直しませんか？セーブしたいんだけど。キャンセル押したいんだけど。キャンセル。そうですかを。OK 押さなかったらそうですかを。そうですかというフレーズだけを残してゲームがシャットダウンされましたね。あ、先生、あれ、なんか違う。なんで私たちこんな場所に。ああ、これ、そうなの。いや、もう一回だけ撮ろうと思ったら、これもしかしたら一人一人あんのか？この状況が。ランダムで一人ずつあったりすんのかな？いや、きつ。ただただきついじゃん。で、ここ戻ってきて、あなたは間違いを犯してしまった。先輩、オッケー。やり直しませんか？オッケー。わかったっす。お願いです。もう二度とこんなことにならないようにしてくださいね。でも、どうすりゃいいの？これエンディングが取れたってことなの？なんなの？なんなの？これ、トゥルーエンド2ってことなの？全エンド取れてんのかな？これ、あー、なんだ、こんなのあったの。どうした俺今。あ、これか。矢印か。お前は5個しかないのか。あ、5個しかない人たちもいるのか。ってことなのか。あ、でもノーデータみたいなやつがない、ノーイメージあるな。新エンド1は、多分これ取ったやつなんですよね。一度誰かのグッドエンドを見たときに、各生徒のステータスが全て満タンの状態で終わりまで進むと、セレクト画面にあるものが増えていく。だからこれ多分取ったやつなんだよな。で、新エンド2。実はもう一つエンドが存在します。全員評価 C の状態で進むとある選択肢が現れます。CG が一応ありますが、バッジとか一切ないので、本当に見たい人は見てね。ほー、今取ったっぽいけど、ここのノーイメージ何なんだ？何なんだ？何なんだろう？全部取ったってことなのか？初めからやっても何も変わんないか？よし、計画通りだって言われてる。ああ、やっぱ全員分あんのかな？ああ、やっぱ全員分あんだな。これ全員分取ったら変わるとかなのか？いや、でも、ここ解放されねえな。何なんだろう。いやー、よくわかんなかったんで、ここまでしようかな。おまけは実況しちゃダメみたいなので、とりあえずここまでにしよっかな。一応全員のエンディング3つずつ撮って、12個と、新エンドみたいな、みんなで写真撮るやつの新エンド1撮って、このギャラリーに書いてあるやり方で新エンド2も、もう5回ぐらい撮ってるんですけど、ここのイメージだけ撮れませんでした。いや、他にエンディングあるんだったらすいません。全エンド撮れたのかな、撮れてないのかな、よくわかんないですけど、達成感が微妙にふわふわしちゃった。ギャラリーを写しておこう。かわいい、このクレジットのイラスト。というわけで、いや、どうなんだろう、撮れたのかな。いや、結構心にくるようなゲームでしたが、楽しかったです。普通にこのみんなの好感度左右して、みんなが幸せになるルートもあれば、やっぱ幸せにならないルートもあるみたいな。何なんだろう、このギャラリーの新エンド1だもんね、これ。だから
普通、もうわかんね。まあいいか。というわけで今回ここまでして、もう3時間半ぐらい撮ってるんで、結構もういろんなこと試し尽くしてきたんで、なんか他にあったならすいません。ここまでにしたいと思います。スクール、気になった方はぜひやってみてください。